エリフルートはアメリカ合衆国の法律家、政治家である。ウィリアム・マッキンリーとセオドア・ルーズベルト政権にて41代目アメリカ合衆国陸軍長官及びセオドア・ルーズベルト政権にて38代目アメリカ合衆国国務長官を務め、1912年にノーベル平和賞を受賞した。1845年2月15日、エリフルートは ニューヨーク州ユーティカ郊外のクリントンにおいて誕生した。ルートは地元の公立学校で学んだ後、ハミルトン大学へと進学した。ルートは UI 会、シグマファイに参加し、やがて指導的な立場となった。1864年、ルートは大学を主席で卒業した。卒業後はローマアカデミーでおよそ1年間、教鞭を取った。1867年、 ルートはニューヨーク大学、ロースクールを卒業し、同年に弁護士として認可を受けた。ルートはニューヨーク市内で弁護士業を開業し、主に会社法の案件を扱った。ルートはウィリアムツイードの汚職事件に際し、最年少の弁護人を務めた。ルートのクライアントには、ジェイ・グールド、チェスター・アーサー、チャールズ・アンダーソン・ダマ、ウィリアム・コリンズ・ホイットニー。 トマス・フォーチュン・ライアン、エドワード・ヘンリー・ハリマンらがいた。チェスター・アーサーが大統領に就任すると、ルートはニューヨーク州南地区担当の連邦検察官として任命を受けた。ルートは1883年から1885年まで連邦検察官を務めた。1894年にはニューヨーク州憲法制定会議のメンバーとなった。 ルートは、ニューヨークのユニオンリーグクラブに参加し、1898年から1899年かけて、及び1915年から1916年にかけて、会長を二度務めた。陸軍長官時代のエディフルート・ルーズベルト、大統領とその閣僚たちルートは、ウィリアム・マッキンリー大統領及びセオドア・ルーズベルト、大統領の下で、 1899年から1904年まで陸軍長官を務めた。ルートは陸軍組織の再編成を行った。ルートは昇進の手続きを変更を実施し、また参謀から士官へ転身する手続きを形式化した。ルートは陸軍士官学校を拡張し、一般参謀を養成するための陸軍大学を新たに設立した。またルートは特殊任務に特化した。 教育施設も組織した。ルートは、米西戦争後に獲得した新たな領地に関心を示した。ルートは、キューバの統治方法を検討し、フィリピン政府の政府検証を作成した。また、プエルトリコからアメリカに輸入した物品にかかる関税を除外した。ルートは1904年に、陸軍長官を退任し、弁護士業に復帰した。1905年、 セオドア・ルーズベルット大統領は国務長官ジョン・ヘイの死に際し、ルートを公認の国務長官に指名した。ルートはその要請を受諾し、1905年から1909年まで国務長官を務めた。ルートは領事事務を専門に扱う領事局を設置した。また局党での門戸開放政策の維持を図り、新四国者官団を提起した。 ルートは1906年に中南米を歴訪し、各国政府に対してハーグ平和会議への参加を呼びかけた。1908年、ルートは極東地域での領土認識や経済政策の安定を図るため、日本と高平ルート協定を締結した。この条約で日本及びアメリカは海軍強化の制限を行った。 ルートはアラスカに関するカナダとの国境紛争を解決するためイギリスと協調した。また北太平洋での漁獲権問題でもイギリスと協調を図った。ルートは国際紛争の解決のための仲裁に積極的に関与した。ルートは1909年から1915年まで一期六年ニューヨーク州選出連邦上院議員を務めた。 ルートは共和党に所属し、司法委員会で積極的に活動した。2期目の再選は辞退した。1910年、ルートはニューヨークタイムズ紙において所得税に関する憲法修正を支持した。この案は1913年に修正第16条として成立した。ワシントン会議に出席したエリフルート1912年、ルートは朝廷を返した。 国家間の協調を評価され、ノーベル平和賞を受賞した。第一次世界大戦勃発後、ルートは、ウッドラー・ウィルソン大統領の中立政策に反対した。だがアメリカが戦争に参戦すると、一転して、ウィルソン大統領を支持した。1916年6月、ルートは共和党党員集会において、大統領指名候補に挙げられた。 共和党全国大会での第一回目指名投票では、チャールズ・ウェバンズ・ヒューズ253票、ジョン・ウィン・ゲート・ウィークス105票に次ぐ103票を獲得した。なお本選挙では、民主党、ウッドロー・ウィルソンがヒューズを下した。1917年6月、ルートは、ウィルソン大統領の直命を受けて、ロシアへ派遣された。 ルートは2月革命後の臨時政府との協調関係を図った。この出張には連邦上院の大物も多数随伴し、ウラジオストクまで鉄道でシベリアを横断旅行した。ルートはペトログラードに残り1ヶ月近く滞在した。ルートは現地の住民について誠実で親切だ。良い人々だ。だが混乱し、呆然としていると言及した。 第一次世界大戦後、ルートは国際連盟で法律会委員会に加わり、常設国際司法裁判所の設立を支援した。1921年、ルートはニューヨークで外交問題評議会を創設し、初代議長を務めた。1922年、ウォレン・ハーディング大統領はルートをワシントン会議に全権代表として派遣した。アンドリュー・カーネギー。 ウィリアム・タフトラとの写真1906年、ルートはアメリカ国際法学会の設立を支援した。ルートは国際平和及び科学振興のためアンドリュー・カーネギーと提携した。ルートは1910年から1925年までカーネギー国際平和基金で初代会長を務めた。またルートは同会長として1923年、 ハーグ国際法アカデミーの設立を支援した。ルートはアメリカ法律協会の創立者の一人でもあった。ルートはさらにアメリカ平和協会で副会長も務めた。ルートは1912年にノーベル平和賞を受賞した。加えてルートはベルギーの王冠勲章、グランドコードン及びギリシャのゲオルク一世勲章グランドコマンダーを授けられた。 エリフルートの辞九1937年2月7日、ルートはニューヨーク市内において死去した。ルートの遺体はハミルトン大学墓地に埋葬された。ルートが1893年に購入した辞典、エリフルートハウスは1972年にアメリカ国定歴史建造物に指定された。エリフルートの父親はオレン・ルート、母親はナンシー・ホイットニー・バトリックであった。 父親のオレンは、ハミルトン大学の数学教授を務めていた。1878年、ルートは、クララ・フランシス・ウェールズと結婚した。クララは、科学雑誌サイエンティフィック・アメリカンの編集長、セーラム・ウェールズの娘であった。ルートは、クララとの間に、三人の子供を設けた。イーディス・ルート、ユリシーズ・グラント三世と結婚、エリフ・ルート、法律家、エドワード・ウェールズ・ルート、 ハミルトン大学美術教授ファインドエグレイブありがとうございます。